金属触媒を用いた CH 結合の放送化反応とは繊維金属によって触媒される有機化学反応であり脂肪属化合物もしくは方向属化合物の CH 結合を活性化して有機放送化合物に変換する反応である。金属触媒を用いた CH 放送化反応は繊維金属を用いて CH 結合を CB 結合に直接変換する反応である。 この変換は一般的な放送化に比べ安くて豊富に存在する炭化水素を出発物質として有機化合物の官能化を抑え毒性のある複製生物の生成を抑制しつつ生理活性を有した化学物質の合成を進めることができる。ボロン酸とボロン酸エステルが有機分子の放送化によく用いられる放送源である。ボロン酸は酸化の放送を含む 有機化合物で一つのアルキルチカンキと二つのヒドロキシ元を持っている。同様にボロン酸エステルは一つのアルキル元と二つのエステル元を持っている。ボロン酸とボロン酸エステルは放素原子に結合しているアルキル元の種類によって分類される。最もよく用いられる出発物質はボロン酸エステルを含む化合物で一般式2倍と B2 で表される。 例えば、ビスジボロンやビスジボロンなどである。ボロン酸もしくはボロン酸エステルの放送原子は SP2 混成であり、空のピン軌道が存在する。このため、ボロン酸やボロン酸エステルは、ルイス酸として機能する。ボロン酸やボロン酸エステルの CB 結合は、CC 単結合よりやや長く、1.55から1.59である。CB 結合の結合長が、 CC 結合より長いので CB の結合エネルギーは CC 結合のそれよりやや小さい。ザ炭素水素結合の結合長は約1.09であり、結合エネルギーは約 413kJmol である。ゆえに CB 結合は反応性の低い CH 結合を置き換える中間体として有用である。有機放素化合物は炭素放素結合を含む 有機化合物である。有機放素化合物は CB 結合が CX、CO、CN、CC 結合に容易に変換できるため、有機合成化学において幅広い用途がある。このため、CB 結合を分子に取り込む多くの方法が開発されている。有機放素化合物は古典的にはクリニャール試薬からヒドロ放素化もしくはニホー素化を経由して合成される。 放素化反応はこの代替法を示している。この反応はハートウィックによって報告された。アルカンは CPRH を触媒として用いることで、高選択的に一級の CH 結合を放素化することができる。特筆すべきは、この触媒は単化水素差にヘテロ原子が存在する場合でも一級 CH 結合を選択的に放素化することである。 ロジウム触媒を用いたメチル元の CH の放素化はヘテロ原子の位置に関わらず化学選択性が発現する。放素化の選択性は立体的なかさ高さや電子密度にほとんど寄らずに発現し、アセタールやエーテル、アミン、フッカールキルなど様々な化合物で現れる。さらにシクロヘキ酸などのように一級の CH 結合が 存在しない機質を用いた場合反応は起こらない。一級アルカンの選択的反応化が優先的に起こるのは速度論的にも熱力学的にも一級のアルキル金属錯体が二級のそれより好ましいからである。一級及び二級の金属アルキル錯体二級、アルキル錯体より一級、アルキル錯体が安定である理由はいくつかある。まず、一級、アルキル錯体は 立体的に空いているため、気質と金属が接近しやすい。次に、部分不電化は、多くの場合、金属アルキル作体の α 炭素に存在するため、2級、アルキル配位子より1級、アルキル配位子の方が電化を負担する能力が高いためである。ロジウム作体を使用した、再の脂肪属の CH 放素化の選択性の由来は、 水素重水素交換質量分析によって明らかになった。HD で置き換えて反応させると位置選択性及びメタルマイナスアルキル中間体の反能化位置選択性が低下した。合成において CH 放素化はポリマーを放素化の後参加してヒドルキシ化するのに利用されている。位置選択的な CH 放素化不活性な C H 結合の触媒的放送化の最初の例は、IR を触媒として用いる反応で、スミスとイバーソンによって報告された。しかしこの変換の触媒効率は悪く、120H、摂氏150度で3回しか反応させることができなかった。ハートウィックや彼の共同研究者による研究の結果、効率的かつ実用的なアレーンの放送化が実現した。 方向族 CH 放送化は、ハートウィックと、石山達夫らは4、4ジターとブチルジピリジンと、IR2 を触媒として、ジボロン主役であるビスジボロンを、放送源として用い。この触媒系においては、方向族の CH 結合の放送化は出発となる、アレームの立体障害のために、立体選択的に進行する。この芳香族 CH 結合観の化における、 選択性は一般的に CH 結合で、O 値観体が存在しない場合、CB 結合でも O 値観体が生成する、反応は起こらないという規則が存在する。の音元が一つだけ存在する場合、メタクライとパラ,クライで値観が起こり、メタ値観体とパラ値観体の比が2、1となる。オルトイ生体は立体効果のため生成しない。1、2値観、または1。 4地間の方向属化合物の場合、放素の負荷は1箇所でしか起こらない。1、3地間の方向属化合物では、立体的に負荷できる水素原子が1つしかないため、やはり1箇所でのみ、選択的に反応する。これは、電気的な効果によって選択性が決まる、方向属級電子地間反応とは対照的である。方向属 CH 雇素化の合成における、 重要性は以下の図に示した。1、3地間方向属化合物は1、3、5有機放素化合物に変換でき、放送様々な官能元へと変換することができる。方向属 CH 官能化はコンプラナジン A の全合成に利用されている。コンプラナジン A は人のグリア細胞で神経成長因子を作り、メッセンジャー RNA で発現させる。 コンプラナジニエは新しい神経ネットワークを作るためアルツハイマー病の薬として注目されている天然化合物である。コンプラナジニエはハートウィックと石山達夫によって開発された方向属 CH 結合の放送化と鈴木宮浦カップリングを組み合わせその後でバック保護器を外して合成された複素方向属化合物の CH 放送化 複素間式方向属化合物も,もイリジウム触媒化で放素化することができる。しかしこの場合、ベンゼン間と違って、位置選択性に電子効果が影響する。このような化合物の例として、フラン、ピロール、チオフェンなどがある。このような化合物では、ヘテロの α 位にある CH 結合で反応が起こる。この位置で反応が起こるのは、ここのプロトンの酸性が、 最も高いからである。オルトくらいの CH 放送化立体配置を決定する置換気のない化合物で触媒により、放送化の位置を選択する方法が開発されている。例えば、ボーベルトハートウィックは、ジメチルヒドロシリルを含む、方向属化合物は、イリジウム触媒化で、CH 結合が、シラン元に対して、O、放送化することを見出している。 ヒドロシリルを用いると、オルトイに選択的に反応するのは、SIH 結合が、金属中心に、化逆的に付加するためで、これが、ヒドロシリル化合物のオルトイにおける CH 結合の優先的な解列につながる。他にも多くの関応元を用いた、方向属化合物のオルトイ選択的な CH 結合の放送化法が開発されている。方向属 CH 放送化の、 反応気候方向属化合物の CH 放送化の反応中間体はトリスボリルイリジウムであると考えられている。速度論解析と同位体標識研究によって触媒サイクルにおいてイリジウムトリスボリル作体が方向属化合物と反応することがわかっている。触媒サイクルのバリエーションとして下記に示すようなヒドロシラン化合物のオルトイ放送化がある。 速度論解析のデータから観察されたシクロークテンに配置したトリスボリル作体は速やかに乖離し、16、電子作体を作る。方向属化合物としてベンジルジメチルシランが用いられた場合、ベンジルジメチルシランがトリスボリルイリジウム触媒と反応して s i h 結合が金属中心に可逆的に孵化すると考えられている。 その後、酸化的負荷及び還元的脱離により、オルトくらいの CH 結合が選択的に活性化されると考えられている。メタイ選択的放素化、メタイ選択的な CH 放素化は合成上、重要な反応であり、2002年にミシガン州立大学のスミスス・リーヨによって発見された。しかしこの反応は1、3から2チカンベンゼンでしか進行しなかった。 約12年後、インドにある CBMR のチャトパディアイのチームは、メタイ選択的な CH 活性化、放送化の新たな手法を発見した。彼のチームは、同じ機質を用い、配位子を変えることによって、位置選択性が変わることを示した。メタ選択性の発現は2つのパラメーター1、静電気的相互作用、2、2級 BN 相互作用によって変化することが分かった。 同時期に、東大薬学院の金井元無は二級相互作用による、メタ選択的放送化のコンセプトを提唱している。コーリー博子、柴田還元1981年、平尾明、伊豆の真一、中浜誠一、山崎マスラは、プロキラルな方向属ケトンをキラルなアミノアルコールと、ボランを用いて、不正還元すると、対応する二級アルコールを60%家、e、で、 得られることを報告した。彼らはキラルなアミノアルコールがボランと反応して、アルコキシマイナスアミンマイナスボラン削体を形成することを発見した。この削体は、比較的硬直な五因間であり、熱や、加水分解に安定で、多くのプロトン製溶媒、非プロトン製溶媒に通用である。1987年には、イライアス・コーリー、博士、柴タラは、ボランと、 キラルなアミノアルコールからオキサザボロリジンが生成することを発見した。そしてオキサザボロリジンはプロキラルなケトンを BH3THF の存在か、高エナンチを選択的に還元することが分かった。このケトンの不正還元はコーリー湧くシバ田還元と呼ばれているミッドランド還元1977年、M、MM ミッドランドラワーアルファーピネを QBBN で ヒドロ法素化して得られる、B、B-3α ピナニル -9、ボラビシクロ、3、3、1の難が、ベンザルアルデヒド αD をベンジル αDE アルコールに、両論的に不正還元する。同年、MM ミッドランドは α ピネント9、PBN を反応させて、容易に得られる、B、B-3α ピナニル -9、 BBN を還元剤として用いることができることを発見した。新しい還元剤は後にシグマ・アルドリッチより発売され、アルピンボランと命名された。アルピンボランを使ったカルボニル元の不正還元はミッドランド還元と呼ばれる。2012年 URY 弁慶ツアールラは、ペクチノリドエッジの立体選択的な合成法を開発した。 ミッドランド還元とシャープレス不正、ジヒドルキシ化が C4、C5 と C1 の3つの不正中心の合成に利用されている。ペタシス反応1993年 NA ペタシスとアイアクルトプルはマンニッヒ反応を修正することで効率的なアリルアミンの合成法を開発した。修正されたマンニッヒ反応ではビニールボロン酸が 嗅覚剤として反応し不正なアリルアミンを与える。ラウシュの不正アリル化1978年、R.W. ホフマンと T. ヘロルとアキラルなアリルボロンエステルから2級ホモアリルアルコールをエナンチを選択的に合成する方法を報告した。ホモアリルアルコールは高周率かつ高エナンチを選択的に得られた。1985年、W.R. ラウシュらは アリルボロン酸主積酸エステルをキラル、またはアキラルなアルデヒドと面選択的に反応させる方法を発見した。後年 WR ラウシュラはこの方法をシスマイナス2テンマイナス1、4、ジオールやアンチジオールの合成に適用した。この種の反応はラウシュの不正アリル化として知られている。2011年 RA フェルナンデスと ピーカ・タングルはおよびトップセントリド B2 のジアステレオーマーを8段階で全合成することに成功した。この論文中でジアステレを選択的なラウシュのアリル化反応が2つのキラル中間体を導入する際に用いられた。それから著者らは2つのジアステレオーマーを2つのキラル中間体を経由することで合成した。鈴木・宮浦カップリング1979年。 宮浦の両と鈴木明が塩化アリールとアルキルマイナス1エニルボランをテトラキスパラジウムと塩基を触媒にして反応させアリールカールケンを高収率で得たと報告したその後鈴木明ららはこの反応を他の有機放素化合物と他のアルケニルアルキルアリールハロゲン化アリールトリフラートにも適用したこの有機放素化合物と 有機ハロゲン化物を反応させるパラジウム、触媒カップリング反応は、鈴木、宮浦カップリングとして知られている。2013年、ヨアキム・ポドレックらは、アルテルナリアマイコトキシンアルテンサンスリーの構造を、NMR で決定し、その全合成を達成した。合成においては、多くの官能元を持つボロン酸化合物とブテノライドを、鈴木、宮浦カップリングで反応させ、 天然化合物の旋具体を高周率で得た。改良ウルマン反応によるビアリールエーテル及びビアリールアミンの合成1904年、フリッツウルマンはハロゲン化アリールとフェノールを縮合させてビアリールエーテルを作る反応が同粉によって促進されることを発見した。この反応はウルマン反応ないしはウルマン縮合と呼ばれている。1906年、 アイゴールドバーグは、この反応を、ハロゲン化アリールとアミドを、塩化銅及び炭酸カリウムの存在下で反応させて、アリールアミンを合成する反応へと拡張した。この反応は、ゴールドバーグ修正版、ウルマン宿合と呼ばれている。2003年、r a b ティと t d コ o は、この反応に一部修正を加え、脂肪属アルコール、アミン、または、 アニリンと酸フッカボロン酸カリウムを反応させ、アリエルエーテルやアリールアミンを合成する手法を開発した。ありがとうございます。